森永プラザビルは東京都港区芝にある超高層ビルである。森永製菓、森永乳業が本社を置く。1899年、東京市赤坂区ため池町で創業した森永西洋菓子製造所は、1903年に赤坂田町に工場を新設し、移転。1907年7月28日に出荷により、赤坂田町の工場が消失。 月島の社有地に工場建設の準備を進めたが、受け負い業の親方との間に揉め事が生じた。そこで、寺島誠一郎伯爵と交渉し、芝区、柴田町の土地1200坪を購入。同年10月1日に新工場が稼働開始した。柴田町工場は、1915年に品川御殿山の東京醤油の工場を買収して、 自社のキャラメル工場としたことにより東京第一工場と称するようになった。1922年、東京第一工場に隣接した3階建ての事務所から丸の内ビルジング1.2階に本社を移転し、通りに面して森永キャンディーストアを開設した。しかし、関東大震災後の不況と塚口工場建設による資金面の事情から1926年には再び、 東京第一工場隣接の事務所に本社を移した。日中戦争が始まると日本の後継機につられて森永製菓の業績も上昇した。そこで東京第一工場の敷地に新たな本社ビルを建設することとなった。地上5階、地下1階、延べ床面積約5730平方メートルの計画であったが建築中に臨時資金調整法や 鉄鋼統制令の強化、建築制限令があり、3階までの建築許可を受け、地上3階、地下1階、延べ床面積約4340平方メートルのビルを建設。1938年10月28日に完成し、森永製菓、森永冷乳、森永食品工業、森永牛乳、森永キャンデーストアの各本社が入居した。 上層部の増築を前提とした作りであったため、3階の屋上に鉄骨が突き出ていたことから、カンザシビルの異名で呼ばれた。この建物の増築が決定したのは1953年で、その年の10月に着工。1954年9月に完成した。地上6階建て、延べ床面積は約6600平方メートルとなった。外壁には創業者、 森永太一郎ゆかりの地である佐賀県有田の白色の磁器タイルが使われ、東屋にはエンゼルマークが飾られた。1964年には八階建ての別館が建設された。1969年春の森永、生果株主総会では不動産事業及びレジャー事業への進出が可能となるよう定館を変更。1974年の創業75周年の 記念となる新本社ビルの建設を決定し、1970年6月に不動産事業部を新設した。同年12月に自治体を挙行。同月にはビルの管理、運営を行う森永開発株式会社が設立された。建設地は国電田町駅前に位置し、1階2階のロビーやエントランスホールを自由通路として共用し、 低層部屋上には屋上庭園を設けるなどしたことから特定外区の指定を受け、当時としては東京都内で5番目の高さを持つ高層ビルの建設が可能となった。この屋上庭園はプラザビルの名前の由来となった。既存の本館、新館。 クッキングスクール旨を解体しながら、同時進行で建築を進める複雑な工程で、約3年の歳月を経て1973年8月に、竣工した。白い外壁に黒の縦レン窓が外観の特徴である。13階には森永入業の社員食堂があり、同社だけでなく、グループ企業や本ビルのテナント、取引業者も利用可能である。 地下1階から地上2階にかけては、飲食店や商店、三菱 UFJ 銀行の支店などが入る、森永エンゼル街となっている。JR 山手線、京浜東北線多摩地駅と、国道15号の間に位置し、国道15号の地下には、都営地下鉄浅草線三田駅がある。ありがとうございます。